霊刊は、瀬田ひな子による日本の4コマ漫画である。法文社の月刊漫画雑誌、漫画タイムジャンボ2009年12月号にて読み切り作品として掲載された後、2010年2月号から休刊号である2018年4月号まで連載された。その後、漫画タイムに移籍し、2018年5月号から連載中。2013年2月27日には、 スリーアローズよりドラマ CD が発売された。2014年8月にテレビアニメ化が発表され、2015年4月より6月まで放送された。また、同年11月に舞台化もされている。霊感退出の少女、天海京と、その周りの友人や霊たちとの日常生活を描いた学園コメディである。 県立高校の花塚高等学校に転校してきた女子高生、展開教は霊感の持ち主だが清楚で控えめな性格をしている。そんな彼女は人間も霊たちも分け隔てなく霊に正しく接するため、響きの行く先々で彼女を慕う霊たちが現れ、響きの友達との間で騒ぎが起こる。そんな個性豊かな霊たちと、 それに負けない個性豊かな人間を取り巻く話である。声はテレビアニメ版、ドラマ CD 版の声優の順で、一人だけの記載で中期のない場合はテレビアニメ版の声優を示す。また、縁は舞台版の配役。ここでは主要人物の関係者及び複数回登場している人物のみを挙げる。一部を除いて、響き以外の人間には直接見えないが、 写真には映る。中には携帯電話を使って響き以外の人間とコミュニケーションを取るものまで存在する。2015年4月より6月まで TBS テレビ、BSTBS 他にて放送された。漫画タイム系列のアニメ化作品は恋愛ラボ以来の2作目である。また、本作品は特魔ジャパンコミュニケーションズのテレビアニメ再参入第1号作品でもあった。 声優が声を当てた当時、展開協役と小川誠役の声優が、キャラクターと同じく女子高校生であり、児童福祉法の関係で22時までに収録を終えねばならず、時には収録が22時ギリギリになったこともあったという。アニメは埼玉県草加市を舞台としており、松原周辺の風景が使われている。オープニングアニメーションは絵、絵コンテ、 演出を吉本金次、作画監督を隣人といったアームス作品で知られる面々に加え、原画をアスリードの面々が担当しているほか、エンディングアニメーションは絵コンテ、演出、作画監督を中島厚子がそれぞれ担当している。このエンディングでは登場キャラクターが SD になって登場するが、この SD バージョンの登場キャラクターのグッズも制作された。 プロデューサーの小品ナカによれば、4コマ漫画が原作だからと予想される作品には、したくなかったため、SD キャラやアニメ的記号を避けて、物語を感じてもらえることにこだわったとのこと。また、多少違和感が出てもセルが目立つ方が良いのではないかと、考え、監督の工藤正文に依頼して背景にさん、 DCG を導入したが、前話の背景をそれで行くのは無理があると第1話時点で分かったため、第2話以降の背景には写真を参考にしたテクスチャを 3D モデルに手書きで貼り付けたものも導入されている。字幕放送が行われており、セリフの色分けは、響きは黄色、整備は水色となっている。放送終了後、2015年8月8日には、 文京シビックホールで開催されたイベント TBS アニメフェスタ2015にメインキャストが登壇した。また、同年9月6日にはダイバー式東京で開催されたイベント秋の霊感、祭りにメインキャストが登壇し、同年11月に本作が舞台化されることが発表された。歌唱はエブリ r イングによる。関数のカウントは霊感カからとしている。 2015年11月11日から15日まで日本芸術専門学校大森公劇場にて公演、演出、脚本は松田一太が担当した。キャストは常実。ありがとうございます。